下北沢オデオン座はかつて存在した日本の映画館である。当初の館名は北沢オデオン映画劇場であった。東亜工業が東京の新宿、歌舞伎町に進出した半年後の1952年5月、同じく世田谷、下北沢に開館した。1953年5月に発行された下北沢オデオン座、ムービーウィークリーの表紙。 1952年5月、小田急電鉄小田原線及び、京王亭都電鉄井の頭線の下北沢駅の北側、東北沢4号踏切の東脇、世田谷区北沢4丁目307番地に開館した。当初の館名は、北沢オデオン映画劇場であったが、1953年5月までには、下北沢オデオン座に改称している。1949年8月、 阿佐ヶ谷駅北口に阿佐ヶ谷オデオン座を開館して創業した高橋康友の東亜工業株式会社が前月に開館したエバラオデオン座に次いで5巻目に開業した映画館である。同館は開業当時から外国映画の3番館、つまりロードショーを終えた作品をその2週後に上映する劇場で、例えば開業翌年5月には同年5月1日に 日本で公開された栄光なにするものぞ、戦前に日本で公開されたものの最栄作品、ガンガディーンが日本立てで上映されている。1957年には末期の新東宝の作品等も上映しており、中野茂春は同年4月29日に初回公開された明治天皇と日露大戦争を同感で見た胸、エッセイ、明治天皇と魔竜とかに書いている。 道館が建つ前、特に第二次世界大戦前の下北沢には、映画館は開無であり、世田谷区内においても、1925年に開業した駒沢電機館しか存在せず、道館は、前年の休館を経て1943年には3軒、茶屋映画劇場に改称している。戦後は、下北沢の駅周辺に、道館の他に北沢へとある劇場、グリーン座が、 1954年までのほぼ同時期にできている。その後、1958年頃に下北沢映画劇場が開館した。北沢イトアール劇場は1969年に火事で全焼した。1970年代後半からは成人映画館として営業を続けたが、1987年閉館し取り壊した。 東亜工業は、1988年4月、跡地に下北沢オデオンビルを新築、フィットネス下北沢を開業して直営、後にセントラルスポーツに、業務委託し、東亜セントラルフィットネスクラブ阿佐ヶ谷となり、現在は、セントラルスポーツが、同ビルに入居する、セントラルフィットネスクラブ阿佐ヶ谷である。現存する、商店街、下北沢東海は、 オデオンザ通り商店街と互いは会が合併したものであり、商店街に名を残さなかった。1998年に開館したシネマ下北沢は経営を変えて下北沢シネマアートンになった後、2008年6月6日に閉館し、2013年現在、下北沢地区の映画館は下北沢トリウッドのみである。ありがとうございます。